大村かな子は、日本の女子バレーボール選手。京都府京都市中行区出身。ニックネームはかな。中学校1年生よりバレーボールを始める。京都府立北佐賀高校では、春高バレーにおいて、同校初のベスト4進出に貢献。京都の現役高校生初となる全日本ジュニアのメンバーに選出され、1994年、アジアジュニア選手権準優勝を経験した。 1994年、大英オレンジアタッカーズに入団。1997年、全日本代表初選出。同年のバレーボールワールドグランプリで、国際大会に初出場を果たす。319センチの最高到達点に加え、センターレフトもこなせる、身体能力の高さで2度の右膝手術を乗り越えて、2004年、アテネオリンピックに出場した。2007年、 2006から07プレミアリーグでは、センターのレギュラーとして、久光製薬スプリングス5年ぶり2度目の V リーグ優勝に貢献。同シーズンの日韓トップマッチ第56回クロ旗大会で3冠を達成した。同年、2004年以来となる全日本代表に選ばれ、ワールドカップに出場した。2008年4月、 V リーグ出場試合が230試合となり、2007年にリーグ40回大会を記念し創設された V リーグ特別表彰制度の表彰基準を達成したため、長期活躍選手として特別表彰された。同年5月の北京五輪世界最終予選では、ワンポイントブロッカーながら大事な場面での活躍が光り、2大会連続の五輪出場権獲得に貢献した。 同年8月、北京オリンピックに出場した。2009年9月、京都府教育委員会の教員採用試験を受験し、特別選考枠で採用が内定した。2010年4月より、母校の北佐賀高校に赴任するとともに、京都府バレーボール協会直轄のクラブチーム、京都宮城レディスにも所属する。2010年3月21日に、福井県営体育館で行われた。 レギュラーラウンド最終戦岡山シーガルズ第4回戦がラストゲームとなり、大村は途中出場し、スパイク一得点を決めた。この試合は、久光製薬スプリングスがセットカウント3から0で勝利した。インタビューでは、キャプテン先の久美子は歓喜はまって涙を流した。試合後、選手、スタッフ、親族から花束が贈呈され、 自身の背番号8日並8回の胴上げが行われた。ありがとうございます。